イベリア文字は、紀元前5世紀から紀元1世紀にかけて、イベリア半島の南部、東部からフランス南部にかけて用いられていた一群の文字体系であり、主に系統不明のイベリア語の表記に使われたが、インドヨーロッパ語族のケルトイベリア語の表記に使われることもあった。アルファベットと音節文字の混合という特殊な文字体系であり、その由来は分かっていない。各文字が、 どのような音を表していたかは、大体いいわかっているが、イベリア語が未知の言語であるため、意味は不明である。北東イベリア文字の一覧イベリア文字では、5つの母音を表す文字と、継続音を表す文字が存在する。しかし、破裂音は、音素文字ではなく、CV 型の音節文字によって表される。音節文字では、死因の無性、優性は区別されず、P、BK、 GT、D の3つの子音の後ろに5つの母音を加えた15の文字が存在する。いくつかの記号は、変種が見られるが、これが異なる音を表していたかどうかは、必ずしも明らかでない。R と S は2から3種類の異なる音を区別していた、らしい。イベリア文字の分布。緑イコール北東、灰イ,イコール南、黒イコール南西。赤イコール、ギリシア文字イベリア文字には、 数種類のものがある。なお、スペイン東部のフカル川からセグラ川の間の地域では、南部イベリア文字、東部イベリア文字、キリシア文字の3種類が使われている。紀元前3から2世紀頃に、ケルトイベリア語の表記に用いられるようになったが、多くの変更が加えられた。R と S との区別や音節文字の代わりに、BDTGK のためのシーン文字を導入している。 ありがとうございます。